関東エリアのウェザーニュースアップデートです。各地で清々しい青空が広がっていましたが、急に怪しい雲のリポートがたくさん届き始めました。神奈川県相模原市のハローチョコボさんからは、午前中は太陽さんの眩しい光があったのですが、午後になって雲が多くなってしまいました。でも青空も残っています。ツバメさんたちは低空飛行、お天気急変するのかなといただきました。予報センターによると、急にざっと雨の降る可能性がありますが、夜になると天気は回復していくとのことです。お出かけをするときは念のため傘の準備をお勧めします。では明日になるとどうなるのか、各地の明日の天気を見ていきましょう。明日はたっぷりの日差しのおかげで暖かなお出かけ日和です。ただ南部では夕方からにわか雨の心配があります。明日も南部は天気急変が心配なようですね。急な雨に降られないよう、空が暗くなったら10分天気予報を活用して雨の時間をチェックしてください。それでは、ウェザーニュース。